おはようございます。皆さん、バッパーショータでございます。今日なんですけど、ついに東京にやってまいりました。ルーさん、久しぶりですね、東京ということで、東京の八王子の道の駅に今ちょっと駐車してるんですけど、この東京に来た理由が、なんとこのサニーさんの色が変わる時がやってまいりました。ビッグモーメント、ビッグモーメントですよ。もうこの警察バスが一気に違うバスになるかもしれないんですけど、それはまあ皆さんお楽しみでということで、まあ昔の動画でちょっとこのサニーさんを塗装したいですっていう感じの動画を上げたところ、東京の市長さんがうちのところでやらへんかっていうお声をいただいたんで、ほんまありがたいです。ありがたい。まあどんな市長さんかっていうのもちょっと会うのも楽しみなんですけど、まあその市長さんのところに今からちょっと行きたいなと思います。よかったね、ロイさん。どう？よかった。トラフエリアみんなアイドリングしてたんですけど、アイドリングなんかこのサニーに移り替えてから全然気にならなくなりました。やっぱサニーの防音効果があるかもしれん。ガイナのどうも、yeah. バスライフ始まってからもう1週間ぐらい経つんですけど、もう毎日快適、超快適に寝れてます。さて、やってまいりました。ここがエムズワークスさんです。はい、ということで早速中入っていきましょう。ルスさん、はい、こんにちは、お世話になってます。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。市長さん、お父さんとお母さんが市長さんということで、はい、いつも見てくれてる、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はこのエムズワークスさんでラッピングの方をしてもらおうかな、はい、ラッピングやね。ラッピングです。もう素人なんで、ちょっと塗装とラッピングの違いとか全くわからないですけど、はいはい、もう簡単に言うと、もうシールをバーンと貼っちゃいましょうみたいな。あ、そんな感じで大丈夫なんですか？はい、問題ないです。で、まあ今回警察バスなんで、はい、この警察バスの感じは残しつつみたいな感じにしたいんで、はい、まあ僕とルースちょっと相談したんですけど、この白い部分、はい、白い部分をこの警察バスのこの色にできたらなって思ってるんですけど、余裕ですか？はい、問題ないです。分かりました。もうプロが言ってるんで、もうお任せしましょう。僕ら塗装前にキャラバンしたんですけど、はい、もうすごい苦手でねえルスさん覚えてる？キャラバン塗装した時難しかった。はい、マスキング全部して、うん、まあラッピングはどんな感じなんかなっていうのも今日撮れたらなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、これがこのエアコンの切れ端やったんですけど、これを事前にエムズワークスさんに送らせていただきました。で、これから色を作ったって感じですか？すごいですね。これだけで色作れるんやね、こんなかけらだけで。そうですね、これを機械にかけてこの色成分をスキャンして、でそこから感じてもスキャンした数値だけだと同じにならないので、これの中でこう近いものを探っていって印刷する感じです。なるほど。じゃあこれって結構どんな色でも作れる感じなんですか？最終的にはインクで出すんで、そのインクの再現できる色の範囲の中でしか印刷はできないんですけども、サニーの春はこれですかね？これです。わお、ものすごい同じような色やね、ほんま。すごい。わお、こんな感じです。同じですね。うん、でもサニーちょっとハゲてるんかね？ちょっとそうですね。色的には飛んでる箇所とかも、やっぱし太陽がよく当たる方は。はいはい。色が白っちゃけちゃったりしてくるので、それなんで、ね、やっぱ20年経つからやっぱり上げるもんね、やっぱりそれは。そうですね。だからそれに新品を乗っけるみたいな感じの。なるほど。うわー、全然違うわ。違う、びっくりした。すごい。で、こんなシールなんですけど、雨とかに濡れても大丈夫なんですか？大丈夫です。太陽とかも全然大丈夫なんですか？このシールの上にラミネートフィルムっていうのが貼ってあって、うん、それで基本紫外線とかを防ぐシステムになってます。あ、そうなんね。結構車とかで結構貼られたりするんですか？車も、はい、貼ります。フルラッピングしてみたり、業者さんの何々コム店みたいなのも貼ったりとか、あとは内装でいうと玄関扉の色を木目にしたいようだとか。ああ、そうなんですね、はい。これは大きいチェンジ。わあ、すごい。これシールなとかってなかなか取れたりせえへんのですか？
ラッピングって結構取れにくいんですか？そうですね、基本剥がそうと思わなければ剥がれないです。あ、そうなんね。いたずらされて剥がすとかっていうのであれば剥がれちゃうケースもあるんですけど、これなんかはパネルの部分貼った後にショートさんがしっかりコーキングしてくれればもう引っかかんないんで。あ、大丈夫ね。はい、こんな感じ。空気全然入らないですね。でこれは、空気が入らないように、はい、のり面に、バーッとこう格子状に空気の抜け穴があるんで、空気がそれで沿って全部抜けてってくれる。わお、もうペンツみたいな、ステッカー全然分からない。全然分からへん。やっぱ車とかするんと、あの建物内装とかするんって全然違います？そうですね、車って変な話、あ、じゃあちょっとシワになっちゃったって言ったらめくれるんですよ。ああ、なるほど。内装のものだとめくると、例えばボードとかの上だと紙ごと来ちゃうんで、もうダメになっちゃうんで、一発勝負なんですよ。一回勝負ね、はい、でこれ全塗装、全部やろうと思ってもできるんやんね。そうです、そうです、そうです。ラッピングとかやったら、じゃあもう来年また違う色にしたいけど、まあ簡単にできるって感じじゃないですか。そうですね。塗装だって一回全部取ってね、結構大変やけどね。まあでもラッピングも結局剥がさなきゃいけないんであれなんですけど、それをちょっとだから安めの材料とかでやっちゃうと、全部糊が残っちゃう。ああ、そうだね。じゃあ大変ね。もう大変な事件です。10分かかったもん。めちゃめちゃ早いです。めっちゃ綺麗。1枚目もう完璧です。めっちゃ光沢で輝いてます。はい、すみません、どうする。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、あのまさかこのアルミのこの縁の部分もうラッピングショームができるらしいです。それ全然知らんかって。すごい。もしあのアルミの縁の部分だけを黒に変えても面白いかもしれない。それともアルミの縁も同じ色にしても面白いかもしれない。So, I'm gonna try to do this one. No way. ちょっとトライします。 No, ダメと思います。ショートこのスタイル仕事めっちゃ難しい。はい、ウルさん失敗したごめんね。 OK、 いいですね、いいですね。そしたらまた見てみます。はい、これちょっと横着出た。横着しましたね。横着しました。ちょっとした。そうですね。あ、でも大丈夫です。大丈夫ですか。はい。あー、ちょっとめちゃくちゃしてしまいました。修復できるんですか。あ、よかったです。塩ビなんで、素材が。熱を与えると、元に戻ってくれる。あー、よかった。もうシュワクチャーになったんで、めっちゃになっとった。もう、ほら、なくなった。あ、ほんまや、なくなりました。洗車したい時とかどないするんですか。普通にやるんですか。普通にしちゃって大丈夫です。ベロンと剥がれてこないとせいなんで。はい、特にだから今回シールっていうんで、うん、普通のとこだとこういう、例えばこういったとこにじゃあこれがシールだとしたら、はい、洗車をするときに気をつけなきゃいけないのはこういうタンクなんですね。こういうとこはやっぱりスポンジに引っかかったりしちゃうんで、はいはいはい、そういうのだけ気をつけてくださいっていうだけで、あとはもう普通に洗車してもらって全然問題ないです。ああ、あ、次は問題のここです。見てください、ここは難しいですよ。これ難しそう。めっちゃ難しそう。この部分なんですけど、もう窓をあの取り付けた時にコーキングしちゃってるんで、まあ、これ一回取ってって感じだよね。ちょっとだけ取って、その上からコーキングし直すって感じです。
これめっちゃ難しそうです。窓のこのラッピングは難易度的には どうなんですか？難しい方ですか？それとももっと難しいところはよくあります？でもそうですね、難しいじゃあ難しいレベルかもしれないです。あとだからバンパーとかの方が技術がもっといるかもわかんないですね。あ、そうだね。どういうところが難しいんですか？やっぱこうカーブになってるところとか異形なところ、どんなのが難しいんですか？その自動車のバンパーとかは、はい、平らな、基本平らじゃない、全部三次曲面なんで、うん、はい、そうするとこういう平らなところはただこう擦ってればあれですけど、うん、その三次曲面だとどれをどっちにどう逃がしていくかみたいなのを考えながらなるほどやんなければいけないので、そう、見てください。めっちゃ綺麗です、はい。このコーナーとかも完璧にできてます。すごい。後々ここ最後コーキングして、ここもコーキングしようかなと思ってます。まあ、左側は一応終わりです。どうですか、見た感じ。めっちゃ綺麗。やばいぞ。So amazing。めっちゃ綺麗やん。Yeah.It's like a brand new bus. これはすごい、ここから見た時のサニーの変わりを。今からなんですけど、反対側なんで次はこっち側が全部色変わります。なんです、そう、こっち側はお願いしても大丈夫なんですか？あとやってきますので、はい、すぐ近くに神代寺という観光名所がありますんで。あ、そうですね。言葉に甘えてよろしくお願いします。はい、結構僕ら観光の好きな人に仕込んでくれるらしい。なんとありがたい話ですか。はい、皆さん、はい、じゃあお願いします。はい、はい、楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。ということでちょっと観光しましょう、この辺り。そう、現在なんですけど東京の調布市っていうところにいるんですけど、もうほんま東京と思えないぐらい緑がたくさんあります。僕の想像してた東京とは全然違います。ルースさんもびっくりした、うん、私のイメージ東京、建物だけ、建物だけやと思うんだけど、違う、緑めちゃくちゃ多いです、はい、うん、聞いた話によると東京の市街に真ん中に住んでる人もこの郊外に週末になったら来たりするらしい、うん、で20分で行けるらしいんで20 minutes、 めっちゃ綺麗場所です。綺麗、綺麗。キスと何て言う？キスは平和、平和、平和な感じで、なんかわからないんですけど結構涼しいんですよ、なんかね、うん、風もめちゃめちゃ多くて、いや本当にありがたい話でございます、東京都調布市を観光している間、健太さんは右側の運転席側のラッピング作業を進んでくれています。右側のラッピングは計4枚パネルがあったんですけど、なんと 2,3 時間で終わったみたいです。さて、完成はどうでしょうか。さて、これがラッピングする前の before、 そしてラッピング後の after ってことで、よりね警察バスっぽくねなりました。街で見かける警察バスには大抵窓のところに柵がついてて、まあブルーな感じなんで、それにより近づけるように今回、白いパネルを全部警察バスカラーにしてみました。本当にありがたいです。概要欄の方にねエムズワークスさんのリンクも貼ってるんで、もし皆さんよかったらチェックしてみてください。ということで今回は本当にありがとうございました。健太さん